まあ、今配信もあるんですけど、まあ、一旦終わったということでネタバレとかも気にせずにお話ししていいかなと思って、せっかくなのでこちらの舞台片まみのパンフレットをいただいたので、これ見ながら話していこうかなと思います。そしてなんと、そして今日髪切ってきました今日髪切ってきました、イエイ。そう、最近ずっとなんだっけ、ウィッグだったから、みんな多分お西の授業見てなかったから多分そんな気はしないと思うんだけど、もう髪だいぶ伸びてて、でもなんか茶色っぽくなってきたから改めて切ったんだけどなんかちょっと思ってたのと違うおじさんが前、割とさ、なんかよく言うよね、なんかよく言ってる、自分でも自覚ある、なんか散髪行ったらなんか毎回納得いってないってっおかしいな、そうなんだよね、まる子ちゃんみたいな、ちょっとまあ切りすぎたりって、どうなりたかったって、いや、あのね、まあ長さと色はとってもナイスって感じなんですけど、これ多分まあ見た目じゃそんなわかんないかな、髪の毛すっくないの、なんか髪の毛すっくなくなっちゃって、重ためが良かったんだけど、そう、重ためのボブにしたかったんだけど、なんか髪少ないみたいないつの間にか髪なくなっててびっくりしちゃった、触って出来上がり、あれ髪ないと思って乾かしやすさ、まあ確かにね、まあ、乾かしやすさで言ったらまあ早くはなるか、まあいいのか、髪が思った以上になくなってしまって、ちょっと今日は萎えてたっていう一日でございました。まあというかというわけで、こちらの舞台片まみ話していきたいと思います。でね、なんかね、割とねちょっとロスってるんだよね、意外とっていうか意外にちょっとだけロスってるんだよね、ちょっと珍しくない？ほんのちょっとね、ほんのちょっとだけ。ロスって。そうなんです。ちょっとだけね。まあ、今回私はこれ幕末のお話なんですけど、で新潮組っていうね、軍団がいて軍団、新選組はよく聞くじゃん、新選組ってね、だって私は銀魂の新選組しか知らないんだけど、あのアニメの、でもそれじゃなくて新潮組っていう、でも実際に本当にいたんですよ新潮組っていう。うちも最初新潮組ってなんだみたいな、まずそもそも読み方も分かんなくて、新潮組って書いてあるの、なんか新選組のなんか似たような作り話なのかなって思ってたら、本当に新潮組っていうのがあって、でこの中登場人物も本当にいる人もいるっていう、吉次郎とかもそうだし、有友とかもう多分そうだと思うんだけど、秋吉もそうかな、山田秋吉、本当に歴史上にいらっしゃる方も割といるんだよね、いない人もいるって、私ないです私メアリーっていう役なんですけど、メアリーはいないです。そうとか、まあでも本当にいるとかいないとか
ていう幕末のお話なんでございますが、そうなの。でまあ今回私がこの舞台に出るってなったきっかけが川澄美心さんっていう今回演出家をやってらっしゃった方がいらっしゃるんですけど、その人その方と今年の1月にあの舞台で共演して AKB48 として最後に出る舞台でご一緒だったんですよ。でそこでなんか相方役みたいな方で、でそのまだ現役時代その舞台やってた時に本番期間中かな、本番期間中、そう2日3日ぐらい経ったぐらいの時に LINE とか知らなかったから連絡先とか知らなかったから急に X の DM が来て、そう、お疲れ様みたいな、実はこうこうこういう自分が次演出家として初めてやる作品があるんだけどみたいな、むちゃんこの期間ってなんかあったりするって言われて、えっと思って、で一応ないけどっていう一応ないけどどうしようって最初なって、そうちょっと怯えてた自分もいたので、あの舞台に関して、えそのまだ AKB 卒業する前だったからまだ休養とかも挟んでなかったから、だからあどうしようって最初思ったの、思ったというか、え大丈夫かなみたいな。でもう戸和津貝この次にする舞台がもう決まってたから、あどうしようかなって最初一瞬おっってなったの、あどうしようって。でもそのなんだろう、今その時に舞台でご一緒してて相方役みたいな感じで出させてもらってて、でそんな方からもうちゃんどうってこう誘っていただけるのってすごく嬉しいことだったので、一瞬うってなったけど嬉しさが勝っちゃって私ぜひみたいな、いいんですかぜひお願いしますっていう風に返させていただいて、あの出ることになったんですけど、そうね、そうなんだよね、めちゃめちゃ嬉しいことだよね。そうでどんなお話なんだろうか、どんな舞台なんだろうかと思って最初企画書みたいなのもらうんだけど、企画書いただいた時に沖田義次郎、起きた。あ、これ昔の話だと思って。あ、そうかそうか。もし歴史苦手だからちょっと不安だな。あ、でも頑張ろうと思ってて。で、ビジュアル撮影、この型紙のビジュアル撮影の前日に詳細が来て、大西桃香、メアリーって書いて。うん、メアリーね、ってその時は普通に思ってたの。あ、メアリーって思ってて、でその次の日にビジュアル撮影があってマネージャーさんと話してて、役メアリーでしたねみたいな、メアリーってことは海外の方なんですかねって言われて、え、そうじゃんってなってそこまで気づかなくて、大西、え、確かに俺これ幕末の話だよねみたいな、え、そう確かにメアリーってあれってなって、なんかそのそれこそ1月にやってた舞台が
まどろみっていう役だったから、なんかカタカナに違和感がなくて、最初あメアリーねって思ってたんだけどえそうじゃんってなって、でもそれ撮影の場所のマジで激地下のところで気づいて、でおはようございますって言ったら金髪のウィッグがあって、オーマイガーと思ってそう、私は歴史も学生の頃苦手だったのが、まあ、暗記系が苦手だったから、まあ、国語もまあ苦手だったんだけど、その他に歴史と英語が本当に苦手で、ね、英語はアムイズアーから分かんないし、小学校5年生の時から諦めていて、私学生の頃自慢じゃないけど英語一回も勉強したことないんですよっていうぐらい英語に英語にこう苦手意識があって、歴史もそうで、暗記国語がまず苦手だから日本語わかんないし歴史なんてもう暗記ゲーじゃないですか、それが無理で、本当にあこれやばいぞってなって、そうそうなんですよ何が得意なの。あでも数学好きだったよ、得意かどうか分かんないけど、数学と理科の天体が好きだったかな、それぐらいかも。でも特に苦手な3教科が国語英語歴史だったんですよね。そう数学は楽しかったんだけどな、まあそんな感じで、だからやばいってなって、でも台本が割とこう書き上がるのがもうほんといろんなこの作品、なんかこの型紙っていうのもなんか割とだいぶ最初と内容が変わったりとかしてて、だからこう演者側にこう台本が来るのが割とギリギリで、本読みの段階で最後までなかったりとかしたんだけど、でももう不安すぎて本読みでいきなり読めないと思って、英語なんてだから美心さんに連絡して、すいませんちょっとどうしても英語が不安なので、今出来上がってる時点でいいので台本ちょっといただけたりしますかっていう風にお願いして、でその時点で出来上がってる台本ちょっと先にいただいて、Don't worry どういう意味とか Just kidding どういう意味とか、デート発音スマート発音もう全部意味とイントネーションというか、そうもうそのぐらいやばいんですよ、もうほんとにそのぐらい英語が苦手なんですね、ほんとに。だからもう本読みの時点で不安すぎて、まあ、一旦本読みは無事終わって、お稽古始まって、割と他のキャストさんはさ、もちろんその何お稽古だったら演技の指導が入るんだけどね、あないないちゃんここもうちょっとこうやってほしいとか、ここのセリフはこうこうこうやって言えるとか、なんかそうやって演技の指導が大体入るんだけど、私はもうずっと英語の発音についてずっとなんか舞台のお稽古っていうよりなんか勉強しに行ったみたいになんかなんかすごいなってた。そう、Don't worry はねって、と入れちゃダメなんだよって、
ジャストキーディングもトイレじゃダメって。Don't worry、 もし Don't worry とか Just kidding って言ってたの。 T を入れてたのね、ちゃんと。っていうのもちゃんと調べて、あの音で聞いて、スローモーションとかで聞いてたから、スローで聞いたらなんかちっちゃい T 入ってるような気して、だからなんか Don't worry とか Just kidding みたいな言ってたの。だから入れないよ、それ入れないと発音しないって。もうほんとほんと、もう苦手意識爆上がりで、ほんとっていう感じで、私のメアリー人生が一旦入って、かねってで、英語に対しても苦手意識があるから、もう演技とかもうそれどころじゃなくて、もうで、もし片言メアリーっていうのが片言で喋る役だったから、まあ、英語もそもそもだけど片言もずっともう分かんないってなって、そうで、合ってるか、まあ合ってるかどうかも分からないから、自信を持ってもできないし、これで合ってるって思いながらやってて、ずっと自信なくて、っていうのが割と最終稽古近くまで続きました、このあれが私どうしよう、うまくできない、あ、もうどうしようってずっと、うん、もう無理な、どうしよう、分かんないよってなってっていう感じで、そういうメンタルでやってたんですけど、そうだから自分の中ではすごく大変でしたっていう、そうですね。でメアリーは前半は、まあ、片言で英語喋ったりとかする役なんだけど、途中から裏切り者が発覚して、私で急にペラペラ流暢に日本語を喋りやがる役なんだけど、そうなの。でも武器商人っていう、その武器を取り扱ってる役だったのね。だから刀とか銃とか使ってたんだけど、大西の苦労した点その2、英語以外、英語と片言それの1なんだけど、その2、銃をくるくる回せないっていう、なんかオープニングがあったのね、今回の舞台で。こう自分のなんだろう、紹介パートみたいなところで、私がこう銃をくるくるパッって取って次の人を刺すっていう演出だったの。もうでも回せなくて、最初そもそも銃をくるくるって、で多分わりかし重たい銃ならそれがやりやすいんだけど、まあ、あの銃もちろん偽物だったから、あの軽いのよ軽い銃だから逆に難しくて、そう稽古場でずっとやってた、こうやって待ち時間の間笑われてた他のキャストさんから、またやってるのって、あ、なくなっちゃった、またやってるのってさって言われるぐらい、もうずっとやってた。だから千秋楽にね、千秋楽のなんかカーテンコールというか終わった後、あの大人小学生さんっていう今回やらせてもらった軍団の方はオープニングを最後に自由な感じでやるっていうのが決まりっていうかよくあるらしくて、で今回も千秋楽終わってカーテンコール
ダブルカーテンコールでオープニングやるって時にもういつもより多く多めに回しますよって言ってさ、そうなの、いつも後ろ向いてやってたから多分そんな銃回ってるの見えてなくて、でもあれ最初銃前向いてやってたのよ。それはでもそれは美心さんは前を向いてやってたんだけど、大西があまりにも緊張するから銃オープニングで回すの、しかも2階だから、そう上1階みたいなところと2階みたいなところがあって、私はその2階でそのくるくるをやってたから、もう落としたらっていうもうプレッシャーがすごくて、もう下に落ちたらその後盾とかみんなあるし階段とかも動くし、もう絶対落としちゃダメだから、もう美人さんって相談して、ここ後ろを向いてこれならできるんですけどって言って変えていただいたんだよね。そうだから後ろ向きでやってたんだけど、だから最後は思う存分前向いてくる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 って見てもらった、楽しかった。そう、あと苦労した点その3、刀なんだっけあれ、竹光っていうんだっけ、なんか人みたいな名前だったんだよな、あの刀、竹そうみたいな名前なんだけど、刀今まで盾はやったことあるんだけど、合ってるよね、竹光。そうちゃんとした刀というか、ああいうお作法のある刀、今までは割とでっかい武器とかそれこそ扇子とかなんか、まあ、2.5 っていう感じの武器での盾は今までやってきてたんだけど、そうああいうお作法のある刀は初めてで、これ面白いのがね、本当最初抜き方すら分かんないの、これどうやって抜くの？え、普通に抜けるって思うじゃん。まあ普通に抜けるんだけど、でも向きとかがあって、そう。普通に適当にパッて抜いたらこっちに歯向いてたりとか、そう。そうそうそう、こうやってね、まっすぐ、まっすぐなやつもあるんだけど。大体のやつはこうやって刀って反ってるから、パーンってやった時にあれこっち向いてる、どう、何これみたいな。そうで入れ方も分かんないの、納刀刀をこう鞘にしまうっていうのもできないの最初って。簡単って思うじゃん、あんなみんな抜いて入れてるだけって思うじゃん、じゃないの、こうガッて入れたら、え、入んない、え、逆向いてるみたいな。え、そうなの、あ、ごめんね、めっちゃお腹鳴っちゃう、やばい、ちょっと今日まだ何も食べてないんだよね、おいしいごめん、ちょっとお腹鳴っちゃうな、そう、牛乳でも飲むか、牛乳飲む、ぐるぐるだね、まあ、いっか、よいしょ、何か食べながらでもいい、ありがとう、でもお腹空いてないんだよね、お腹空いてないのにお腹は鳴るの恥ずかしい、いただきます、ま、そう刀ね、ほんとだからめっちゃ苦労した刀、実はすごい苦労したの、見てるだけだとあんな簡単そうなのに、本当だからもう納刀、だから納刀とかも本当は見ないんだけど、みんな見ないでやるの、納刀こうやってあんな細いところにこうやって入れるの、
それもめっちゃ苦労した点、その3でした。で、裏話としてはあの今回盾、多分、まあ、ほぼってか全部なのかな、あの演出の美心さんが盾をつけてくださったんだけど、ジュリーさんもつけてたのかな、まあ、でも多分ほとんどが美心さんがつけてたと思うんだけど、でももちろんメアリーの盾も美心さんがつけてくださったんだけど、メアリーの盾実はあれなんですよ、その前回1月にやった舞台トガ人の刻印レミニセンスっていう時に、シノノメ、美心さんがやってたシノノメがやってた技をちょっと入れてるのすごくない？そう、なんかこう刀をこうくるって回す技があるんだけど、これシノノメやってたよって言って、そうなの実は。でももう美心さんが上手すぎて一緒のものに多分見えないとは思うんだけど、あのクオリティのね差で。そう、でもトガ人の時に美心さん、シノノメがやってた技を今回私は型紙でメアリーとしてそうやってたっていう裏話。そう、難しかった、うん、2回やってるんだよね、くるって。っていう感じかな。あとなんだろうね、メアリーに関して、私の役に関してはまあこんなもんかしらね。あとあれ、チューされてないです。どっかでも言ったけど、配信だけ見た方とかあるかもしれない。チューされてないですって、私。大丈夫です。アフタートークで言ってたんで、そう言ってた、もういや申し訳ない、あのキイチさんに申し訳ないからちゃんと言っておくんだけど、そうです、そうです、そうです。音鳴らすの上手だよね、すごい上手だなって思ってた。そうな、まあでも自信持って、みんなの方が私と手つないでる人も多いんだからみんな自信持って、まだ握手会とか来たことないよって方あるかもしれないんだけど、握手会とか来てる方大丈夫、キイチより握手してるから自信持って何の自信持って、大丈夫、みんなとの方が多分手つないでるから自信持って。でも本当あのキイチさんも、もう役名で呼んじゃってるんだけど、もうキイチさんもすごいいい方で、ああいう役あんましないんだって、タズちゃんさん、私ずっと稽古場でキイチさんって呼んでて本当の名前呼んだことないんだけど、タズちゃんさんでいいのかな、タズちゃんさんは、そう普段はもっと、そうだね、むしろ千載門みたいな役が多いって言ってたのかな、忘れちゃったんだけど、でもああいう役があんまないらしくて、そうそうそう、この方もね
最初はいい人ぶって私と一緒に結局裏切ってたよって方なんですけど、みんなかっこよかったって、かっこよかったよね、みんなみんなかっこよかったよね。もちゃん身長組で推しいますか？いや、もう推しで言ったらさ、こんなのみんな私は玉木さんになると思ってるんだけど、勝手に玉木織江はずるいよね。大西も玉木織江やりたい、盾いつかバキバキになったら織江はずるい役だって。そうだよね、あんなん絶対かっこいいやん、あの役ね。そうだから稽古場で見てる時に、ああみんな玉木推しになるんだろうなと思って見てた。あんなんずるいよね私毎回じゃなんかどっか私泣くポイント絶対2箇所あるんだけどさ、今回の舞台それこそあの、まあ、吉次郎とねお友達のさ源太がさ刺されちゃうシーンとかさ、でその後吉次郎がはぁってもなってるところはもうだったんだけど、もう一個絶対涙出ちゃってたのがその玉木織江の最後のシーンで、そう氷室さんが殺されて今までふざけてたのに、あそうブチ切れるのさ、もうってなるよね、今イライラしてんだよとか、あんなん泣いちゃうよね。今思い出しただけでちょっと涙出そうになった。あれはずるいよね。この2週もいつか盾バッキバッキになったらやりたい、玉木織江みたいなかっこいい役。コトさんとこで泣いた、あもうじゃあこうコトとなんか女のシーン役名があれなんだけど、コトがその女に女か戦は好きかって聞いて、女がそんなわけないだろう、誰が望んでって、で私も戦は嫌いだってパシャンとその女を殺すの、キャー、あれもすっごい切なくて好きだったな。ねえ、いやよく泣いたなこの舞台裏でずっとね、もし出番で言えばそんなに今回なかったんだよ。そうでもずっと下手の袖に頭から最後までずっといて、ずっと見てて、だから気持ちはずっと出てたんだけどそう楽屋変えない主義なんで、それで下手にでスモーク炊いてたから今めっちゃ絶賛喉痛いんだよね。喉痛めちゃった、スモーク吸いすぎてペイペイとアマゾンは面白すぎましたって、本当おもろいよね、あのお二方の日替わり。私はひむごい推しです。そのペア推しは難しいな、おいしい新作サタローも好きだったんだよな。いやペア推しはちょっと決めらんないな。
千左衛門もかっこよかったよね。千左衛門さん。うん。千左衛門もすごいオラオラしたキャラだったんだけど、中の人がそうじゃなさすぎて。一個上なんだよね、千左衛門さん。一ノ瀬優さん。ただこの間までアイドルしてらっしゃってっていう方なんだけど、そのアイドルグループでは弟キャラだったんだって。そうだから最初オラオラがなかなかできないみたいな。そうなの。意外だよね。そうだよね。うん。初の盾とはびっくりしたって。そうなんだよ。千左衛門さんはね、盾初めてって言ってたよ。でも今回盾初めての方多かったんだよ。それこそたずちゃんさん、キイチさんとかも初めてって言ってたし、高みっち、沖田総司の高みっちも、舞台で立ってやるのは初めてって言ってたり、割とね、多かったんだよね。そう、私もこの武器は初めてだったし、でもやっぱ聞いてみたらやっぱり1000って超えてるんだって。全部ですごいよね。やったみんなもすごいし、つけた方もすごい。ねえ、ほんとすごいよね。あら、片髪ロスすぎてって、嬉しいね、そうやって言ってくださるのは。うん、あとなんだろうな、あと何話そうか。終わった。話す内容終わったかも。一番話したのはビートさんって。そうだね、ずっと隣にいたかも、ビートさんのお店っていうのも、最初琴役の真帆さんも途中合流だったからいらっしゃらなくて、最初。そうで、近くにいる女性がビートさんだったから、ずっとビートさんとか言ってた。ビートさん、ずっとお隣にいさせてもらってて、ビートさんが本当面白くて、ずっと天然さんというか、すっごいおっちょこちょいさんで、そう、それを見て頑張れって誇らしく、誇らしく、なんて言ったらいいの、すごい、あ、そう、ほ笑ましくか、そう見てた。そう、こんな村山陽平ってさ、もうすごいスンってして、何やってるんですかっていうキャラじゃん。でも中のビートさんが、そう、全然違くて、そう、そう、いつも隣で見て微笑ましく見させた。
そうだね。でも一番一緒にいたのはビートさんかもね。ビートさんとアンサンブルのはるちゃんっていう女の子かな。そう、割とそのみんなと一緒にいて、ほんと最初全然喋んなかったな。でもむしろ待ち時間が多かったからさ、お稽古みんな割と出番ねあって、それずっと見てて、で割と短かったからさ、その間もずーっとお稽古してるのを見てた。最後は人見知りなくなってました。ほんと千秋楽ぐらいだね言うてうん、しっかり皆さんとってなるとマジで千秋楽ぐらいかも。ほんとそうなんだよね、いつも遅いんだよね仲良くなるのが私で、最後になって仲良くなって寂しいってなるそうなんだよね。なかなかね、なかなか距離感縮めるの苦手だっけ。いや違うんだよね、それこそあの今まで途中合流お稽古を最初から参加させてもらうってことはあんまなくて、だいたい途中合流とか最初行けても途中行けなかったりとか、稽古期間がすごい私は短いみたいなことが、まあ、現役自体はそんなのばっかりで、だからもう仲良くしなきゃみたいな、早くみんなと仲良くなんなきゃっていうのがあったから、なんかいけてたっていう部分はあるんだけど、今回時間もあったし、だからその早く仲良くなんなきゃっていう強行突破のあれがなくて、割と今回一番時間かかったかも、うん、そうだね、そうだね、割と千秋楽にはみんな喋れるようになりました。感じかな。うん。って感じでございます。でも千秋楽の日のお昼公演でカーテンコールで。日替わりでなんかキャストが喋るみたいなのがあって、それがその日大西だった時があって、そこでもう喋ったんだけどやっぱこの凛太郎役の加藤さんって方とさだまさ役のジュリーさんっていう方が本当にもう優しくて、お兄さん方が、まあ、美人さん含めなんだけど、このお兄様方が本当に優しくて、今回多分分かんない、私ざっと数えたんだけど自分が出てる舞台、なんとなく AKB のやってる舞台とかもなんとなく数えたら今回で多分20回目だったんだよ、舞台に出るのが多分、なんとなくね、なんとなくそんぐらいの量なんだって思ってて、でも今回は舞台まだ2回目です3回目ですっていう方も割と多くて、半分ぐらいいたのかな、そう
そうでね、私含め私も、まあ、今回っていうか、まあ毎回はーってなってる人間だから、私もすごい助けてもらったし、加藤さんとかジュリーさんとか、ジュリーさんはあの縦補佐っていう、なんか美心さんが縦付けをやってそれを補佐する方だったんだけど、そうやっぱすごい話しやすいお方だから、みんなからの相談聞いてたり、私もここってなんか相談しに行ったこともあって、でもそのたんびにすっごい優しく、あもうすっごいご丁寧に答えてくださったりとか、凛太郎役の加藤さんはあのそのシーンが終わってはけてきた子で台本とか読み直してる間に、あそこはさみたいな、こうこうこうしてこうこうこうだからこうこうしてみた方がいいんじゃないっていう、こんなもう本当に手取り足取りぐらい本当にご丁寧にみんなに対して言ってくださってて、そんな人見たことないよっていうぐらいすっごい歴のある方がお兄さん方だから、でもそうやってなんで美心さんが演出家だからみたいな、俺らもっていうあれもあったのかもしれないけど、本当にたくさんお世話になって、本当にたくさんお世話になりました。ピーそうだねって感じかな。ああと、あこれ話したっけ、ズッキーの相手役の方いた、山田くんズッキーの相手役知ってる？そう、佐太郎ズッキーがなんかダンス、この間もう去年の話かな、社交ダンスみたいななんか企画でやってたの知ってる？山内みずきちゃん、そうズッキー話してたよね多分どっかで、そうそうダンス、社交ダンスでやってて、大西も社交ダンスやってるんだってその時期思ってたけど、顔合わせの時にエレベーターかなんかで一緒になったのかな、一番最初に話したのが山田くんで、そうそうで顔合わせ終わって、で帰りもエレベーター一緒になって、エレベーター待ってたのかな、だから山内瑞希ちゃんって知ってますって言われて、あズッキーよ知ってますよって言ったら、あこの間社交ダンスさせていただいてみたいなあの方かって、あなただったんですねってすごいびっくりしちゃった。そうそう、大西お誕生日も一緒でズッキーとみたいなっていう話を一番最初にしたの山田くんだったかもな、お話ししたのこの座組で、でも同い年なんだよね山田くん、だから仲良くなっていただきました。うん、そうそう今調べてみたら出てくるよ、おおなると、感じかな、こんな感じこんな感じでございました舞台片場み、すごい真帆さんにも可愛がっていただいて仲良くしていただいて本当に楽しかったな、改めて片場に見に来てくださった皆様、そして配信をご覧になってくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで私は明日から舞台とはつがいのお稽古に参加ということで始まります、次がそうなの、明日からなの大西、そうなんだよね、
ちょっとこの後は台本覚えてってしたいと思うんですけど、頑張りたいと思います。次の演出家の一大さんのツイッター見たら、もう全部ミザンスつけ終わったって書いてて、えってあ、そうなの、えらいこっちゃ、早く覚えて、私も頑張りたいと思います。今回はね、歌もね、ダンスみたいなのもあるからね、頑張ります。楽しみです。でも台本読んだ限り、ああこうやって終わるんだ思ったり、本当今回はみんなピックアップされてるというか、みんなに本当にスポットが当たるような内容なので、そうですね、私も久しぶりに悪役じゃないって、そうなんだよね、よく考えたら去年の夏ぐらい、夏だっけ、あれ秋だっけ、秋ぐらいからずっとちょっと悪い役だったもんね。そうだよね、声の形からだもんね。そこから割とね、まあ声の形もまどろみ、前回もそんな私的には悪い子ではなかったんだけど、まあでもパッと見悪い子だもんね。そうね、そうだね、久しぶりにまっすぐ走るよ次は座長ということなので、まあでも本当に言うて、なんだろうね、まあ、自分が出てきた中でなんだけど、まだまだ舞台に関して全然ペーペーだし、わからないことだらけなんですけど、でもこう割と最初ね、真ん中でやらせてもらうことも割と多くて、からのこう割と最近だとそういう色ついてる役、そう今までずっともちろん主演も嬉しいけど、主演じゃない役私はすごくやりたかったので、そう色ついてる、そうやっぱしなんだろうね、真ん中にいる主人公って割とまっすぐな子が多いからだからねっていうのを最近はいろいろやらせてもらってたから、そこからのまたね、まっすぐな子、まっすぐ、まっすぐだね、なんかをやるっていうのはちょっと楽しみです。改めていろんな経験を踏ませていただいた上で、うん、なので楽しみにしていてください。じゃあちょっとね、そろそろ台本覚えたり、ちょっとダンス覚えたり、ちょっと練習していきたいと思うので、今日の配信はこの辺までで終わりたいと思いますので、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位脅威壁耳メアリー、障子にメアリーさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がまゆーかアットマーク、お、どれだっけこれか、メアリーちゃんに打ち抜かれたいさん、ありがとうございます、イエイ。ベーンあのバーンの言い方マジで面白かったよね、自分でも笑っちゃった。
あ、この日替わりは話してないですそういえば、そして3位がラムチャさんありがとうございます、イエイ。そして4位がタック387さんありがとうございます、イエイ。そして5位がヨちゃんのユーももちり大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして6位が黒芝のりこてんさんありがとうございます、イエイ。そして7位がボスブラックさんありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして9位がレイカちゃんありがとうございます、イエイ。そして10位がユミちゃんありがとうございます、イエイ。そして11位がうららちゃんありがとうございます、イエイ。そして12位がかきアットマークおにしぐアットマークハッピーアドラッキーさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がゴンちゃんありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。そしてこれはクマさんのタワーなのかしら、ありがとう。1位と2位の方ありがとう、読んでいきます。じゃあ1位の脅威壁に耳あり障子にメアリーさん、脅威さん脅威さん脅威さん、クマさんタワーありがとうございます、ありがくまありがくまイエイ、ありがとうございます、ありがとう。そして2位のまゆうかアットマークメアリーちゃんに打ち抜かれたいさん、まゆうかちゃんまゆうかちゃんまゆうかちゃん、くまさんタワーありがとうございます、ありがくまありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。ということでですねありがとうございます。こうやって配信で舞台片髪をいっぱい喋れて、私はハッピー&ラッキーハッピー&ラッキーイエーイおとと生きやがれおとと生きやがれー毎日日替わり楽しかったです。今回は遊べる部分が本当に私は多かったので、とっても毎日楽しくやらせていただきました。で、あの日替わり本当に毎回何も打ち合わせとかしてないけど答えてくださった武前様、本当に感謝の気持ちでいっぱいですはい楽しかったです、ありがとうございました。舌打ちも最高でしたって、本当チーズって簡単だけど最終日になってから言い始めた武前様楽しそうだったって楽しそうにしてくれてたよね、面白い、本当面白い武前様ご飯誘ってたねって、いっちゃん最後だよねご飯でもあ、いなくなった、面白かったということで、まだね配信もアーカイブが残っているので、よかったらねぜひぜひまた片髪のね世界に浸ってくれたら嬉しいなと思います。ということで、では私は気持ちを切り替えて次の舞台とはつがいの方に頭を持っていきたいと思います。ということで、では本日はこの辺で終わります。ではでは、ありがとうね、お話聞いてくれて、バイバーイ、ありがとうございました、バイバイ。